日本中国地方広島県広島市西区、交互高須駅、1922年開業。駅名は、地区外の地名であるが、交互地区内に所在。広島の深海地発展図、交互深海が、明治期の造成であることが示されている。交互は、広島市西区の地名。ここでは名称に、交互を関する拡張について取り扱う。交互北、交互中は、 それぞれ1丁目から4丁目まで、交互南は1丁目から2丁目まである。当地域の人口は19736人。9丁目は広報町。大田川放水路下流域の西岸に位置する。1869年広島では強作により、多数の困窮者が発生し、その救済のため、広島藩は大規模な日型干宅工事を行った。 1870年現在の交互地区に整備された干拓地は、この年の絵と交互にちなみ、交互深海と命名された。隣接する草津地区が古くからの漁村であることと、対照的に交互地区では、さつまいも、大根などの野菜の栽培に力を入れた。戦後の困窮期には、学校の校庭でも、さつまいもが盛んに作られ、広島市立交互中学校は、地元民から、 芋中と呼ばれた。その後、食料事情の安定とともに、農業は商工業に推移していき、現在では、新興の住宅や店舗が立ち並ぶ、近代的な街並みに発展し、人口は、近年も、増加傾向にある。広島バス25号線が、国道2号線を通過する。広島バス50号線、国道2号線広島市道霞港号線も、通過する。 広島電鉄宮島線の以下の駅が最寄りである。ありがとうございます。